はい、皆さんこんにちは。位相空間入門連結の3回目です。前回は、連結シリーズの、スケジュールとか予定、こんな感じでやりたいということと、連結の、ね、定義の確認をしました。連結の定義、非連結だというものをね、こういうふうに定義して、非連結ではないよというのが連結の定義でしたね。だから連結であるということを証明するというような問題においてはですね、非連結だと仮定して、これらの条件を使って、矛盾を導く背離法によって証明するということが一般的になります。だからその、典型的な証明になるかなというふうに思いますので、ちょっと今回ね、この定理を紹介してみたいなというふうに思います。この定理を紹介し、この定理を背離法で証明してみます。で、どんな定理か。S を位相空間だとしましょう。 M ラムダを S の部分集合で連結コネクテッドな、集合だとします。で、 M ラムダっていうのはラージラムダの元スモールラムダによって相位置付けられてますねと。で、この時に M ラムダの、ここね、いっぱい、集合としてある、集合属としてある連結集合 M ラムダのユニオンを取った時に、この M ラムダのユニオンが、連結になるための一つの条件というものがあってですね、それはどういうものかって言ったらば、ラムダ1、ラムダ2、ラージラムダの2の元を2つ取った時に、M ラムダ1と M ラムダ2のインターセクションは必ず空じゃないよと。こういう条件満たすんだったらば、こういうね、集合属 M ラムダっていうのが与えられた時に、M ラムダのユニオンというものが連結になりますよという定理ですね。で、これをですね、先ほども言いましたように典型的なね、背離法を使った証明で、証明を行っていきたいなというふうに思います。そうですね、この定理なんか条件きつそうな気がしますけど、例えばですね、この M ラムダっていうものが、X の近傍みたいな感じで必ず M ラムダが X を含んでるということになれば、2の元 M ラムダ1、M ラムダ2っていうものはですね、X を含んでるんで空集合じゃないわけですね。で、このような場合には M ラムダは、のユニオンを取った時には、連結とコネクテッドになるということがわかるわけです。だからこれはこの定理を認めてしまえば、これらの結果は、この定理の、コロラリー K であるということが言えるわけですね。じゃあ早速、こちらの定理の、ね、証明をしていきたいなというふうに思います。で、M ラムダのユニオンを、こう書くのね、いちいちこう書くのめんどくさいんで、ラージ M と書くことにしましょう。じゃあこのラージ M が、連結になるよと、この条件を満たすときに連結になるよということを証明するために、M を、まずは非連結とします。非連結として、矛盾を導きます。で、非連結とはどういうことかって言ったらば、前回もやったようにですね、O1、O2、次のような 2つの回集合が存在しますねと。O1 と O2 の和集合の中に M が含まれてて、O1 と O2 と M のインターセクションを取ると空で、でも O1 と M のインターセクションは空じゃなく、かつ O2 と M のインターセクションも空じゃないよと。このような条件を満たすような回収合、2つの回収が取れた時に M は非連結であるというふうに言います。で、先ほどというか、前回の動画でも言ったようにですね、これオープンセットじゃなくてもいいんですね。クローズドセット、閉集合であってもいいんですね。このような条件を満たすような、閉集合、クローズドセットのペアが取れたとしても非連結ということは言えるわけですね。どっちを使ってもいいんですけども、その定理によってね、オープンセットの方が証明しやすくなったりとか、クローズセットの方が証明しやすくなったりとかするので、どちらを選んでもよろしいと、その、定理の状況に応じて、選べばよろしい。で、今回は、オープンセットで選びますと。オープンセットで非連結な2つのペアの回収を選びましたと。さあ、そうですね、1番、O1 と O2 の、ユニオンっていうものは、M を含んでますよということで、このカッコ1より何が言えるかって言ったらば、ラムダの2の元、スモールラムダに対してですね、M ラムダっていうものは当然、O1 と O2 の、ユニオンに含まれてるわけですね。ラージ M というものがですね、これらの M ラムダのユニオンになってるわけですから、こういうことが言える。ということはですね、このことから何が言えるかっていうとですね、そうですね、O1 と O2 のユニオンに対して、
M ラムダっていうものを考えると、これって、O1、O2 の中に M ラムダが含まれちゃってるので、M ラムダですよということが当たり前ですが言えるわけですね。まあちょっとこれはですね、まあ、隠しときましょうね。隠しときましょうというか、まあ置いときましょうね。まあこのことから、一よりこういうことが言えて、まあこういうふうに言えますね。で、次ですね、3より。3というのは、O1 と M とのインターセクションが空じゃない。かつ O2 と M とのインターセクションが空じゃないというね。これですね。で、この3よりですね、O1 と M と。これ、インターセクションですね。空じゃないんだけども、これをですね、もうちょっと変形してあげようと。まあこういうふうに変形できるわけですけど、そうするとですね、この、インターセクションの亀甲とユニオンの亀甲を交換測って、入れ替えるじゃないですけど、ここに送ってあげるとですね、こういうふうになりますね。まあ、入れ替えるでいいのかな。入れ替えると、O1 と M ラムダと。で、これがまあ、3より空じゃないよと。いうことが言えるわけですね。で、より、まあよりが続いちゃうんですけど、よりこういうことが言えて、このことから、何が言えるかっていうとですね、まあ、これが空じゃないんだから、あるラムダ1っていうものがありますね。それはどういうものかって言ったらば、O1 と M ラムダ1は空じゃないですよ、と。いうことですね。で、これはまあ、ね、こうなんで、まあどれか、ラムダが動くわけですけど、そのどれかが空じゃなければ、この全体としてのユニオンがね、空じゃないということが言えるんで、まあ、こういう結論になると、こういう結論になるというか、まあ、こういうことが言えるわけですよね。ただしちょっと考えてほしいのはですね、 M ラムダっていうのがですね、これ仮定から連結なんですね。これは、コネクテッドなわけですね。とするとですね、で、この M ラムダ1っていうのは、当然 M の中に含まれてるわけだから、 O1 と O2 のユニオンの中にも含まれてるし、 O1 と O2 と M のインターセクションが空なんで、 O1 と O2 と、M ラムダ1のインターセクションを考えても空になってしまうので、今ここまで条件満たしちゃってるわけですね、この M ラムダ1っていう。だからここ満たしちゃうと、実は M ラムダ1っていうのが連結という仮定がありながらも連結じゃないということになっちゃうので、そういうことにならないためにですね、O2 と M ラムダ1は空になりますよということが言えるわけですね。で、これがだから、これがですね、今 O1 に関してやったんですけど、O2 に関して、O2 と M との、インターセクションに関しても全く同じことができる、言えるので、全く同じような結論が、導けますね、と。O2 と M、ラムダ、O2 と M ラムダ2っていうものが空集合じゃないですよ。で、これも、連結なので、このことから、まあ同じようにですね、O1 と、M ラムダ2っていうものが、空にならなくちゃいけませんね、ということがあって、こういうことが言えたと。1番、2番と。で、1番と、2番より、O1 と O2 と、あ、ごめんなさい、O1 と M ラムダ1と M ラムダ2のインターセクションを考えたときに、O1 M ラムダ2っていうものが空なので、結局これは空ですよと。で、同じように O2 と M ラムダ1と、M ラムダ2の、インターセクションを考えてあげると、O2 と M ラムダ、O2 と M ラムダ1っていうものが空だから、これは1番よりこれが空になるということがわかります。
さあ、じゃあこの結果を使うとどういうことが言えるかっていうとですね、O1 と O2 と、M ラムダ1と M ラムダ2のインターセクションとの共通部分を考えてあげると。そうするとこれも、まあ、このこれらのね、記号の、分配則ですね。分配則を使うことによって O1 と、M ラムダ1 M ラムダ2と O1 と O2 でしたね。O こっちですね。O、これをこっちに持ってくるんですね。これをここに分配してあげるわけだから。O2 と M ラムダ1と M ラムダ2と。で、これって、ここですねと。ここってここですねと。で、ここってここですねと。で、これが空ですね。ということで、まあ、空と空の和集合をとっても空ですねということで空集合だということが言えましたと。ところがここの部分で一番最初の部分ですよね、 O1 と O2 のユニオンと M ラムダのインターセクションというものを考えると、 O1、O2 の中に M ラムダが含まれているから M ラムダと。ところがですね、M ラムダ1ともうちょっと手に書くか、M ラムダ2っていうものは、M ラムダの中にね、 M ラムダ、まあどっちでもいいんだけど M ラムダ1の中に含まれてて、それは O1、O2 の中に含まれてるわけだから、 O1 と O2 のユニオンと M ラムダ1と M ラムダ2のインターセクションというものは M ラムダ1と M ラムダ2と。で、これは仮定より空じゃないねということになってですね、結局なんか異なる2つの結論が出てしまったわけですね。O1、O2 のインター、あの、ユニオンと M ラムダ1と M ラムダ2のインターセクションのインターセクションが空集合であるということと、それらが空集合じゃないという2つの、結論が出てしまったので、まあ、矛盾が生じたと。で、ゆえにと。ね、M が非連結であるということが、仮定の誤りなんで、 M は、非連結ではなくて、連結であると。証明されたそうですね。矛盾が生じたので最初の仮定 M が非連結だってあるということが否定されたので、非連結じゃないと、 M が非連結ではない、つまり M は連結であるということで証明されましたということですね。はい、聞いていただきましてありがとうございました。